演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちら業務スーパーの3種類のビスケットを食べたいと思います。こちらがコーヒービスケット、こちらがシナモンビスケットで、それ以外に挟まれているこちらがまた違った種類のセアビスケットというビスケットですね。どれから食べてみようかな。よし、今日は、いや今日はじゃないよ、まずはこちらのシナモンから食べてみたいと思います。シナモン、なんか自分の中でシナモンでリンゴとセットのイメージがあるんですけど、それは思い込みってやつかな。中身はこんな風になってますね。小分けされてるって言ってます。嬉しいです。なでは5体目と思ったら、さらにこれ上から取るんだ。おお、結構薄いですね。みんなで分け合ってくださいということなんでしょうか。表面にはシナモンのパウダーがまぶされてますね。断面図はこんな感じです。ではいただきます。シナモンの香りですが、強烈にするわけではなくて、ほんのり後からほのかに来るような、そんな感じですね。一枚一枚結ぶで食べやすく、パリパリとした食感、音も楽しめて、とっても美味しかったです。甘さもしっかりありましたね。シナモンシュガーなんでしょうね。だから正確に言えばシナモンに様々あるやつ。では続きましてこちら、ファインベアビスケット食べてみたいです。まあ、同じ系統で行くよりも間に中華に挟みたいんですよね。こちらはちょっと大きいですね。なんかどっかで見たことあるようなビスケットなーって思えるような外見なんですけど、わ、結構分厚い。さっきのと比べるとだいぶ違うね。おー、中身はこんな感じですね。やっぱり厚みがありますね。ではいただきます。こちらに書いてある通り、本当にシンプルなミルク味で、ほんのりと甘さがあってサクサクした食感も美味しかったのですが、やっぱあれだけ食べると飽きますよね。飽きないって書いてありますけど、まあ自分が食べ過ぎてるだけなんでしょうけど。でもこちらカルシウム入りなので、これで少しは体にいい影響が出たのかな。いや、お菓子でこういうのはすごい良すぎた。では最後はこちらコーヒービスケットです。とこれもやっぱり最初ね、シナモンと同じやつだから、こういう風に半々種類入ってるわけですね。ではと中身も、はい、予想通りこちらは表面ではないですね。見た感じは何も見えませんか。断面図もやっぱり同じです。ではいただきます。シナモンはほんのり、ミルクビスケットはあっさり、そして最後のコーヒーはガツンときますね。これ先ほどのシナモンに比べると、こちらの方はよりコーヒーは味は強めですねシナモンはほんのり来るんでしょう。こちらは最初からドンときますね。ちょっとほろ苦で甘さも控え、大人向けのビスケットといった印象でした。サクサクした食感や甘さがあるのは変わりませんね。というわけで今回3種類のビスケットを食べてみたわけですが、自分の中ではまず3番目はこちらですね。やっぱり途中で何か欲しくなってしまったのはちょっと、最後までこれ団体できるような、そんな部分もちょっとして欲しかったですね。何か欲しくなってしまうと、なかったらもどかしくなってしまいますので、
というわけで、こちらの今の3点とさせていただきます。続きまして、その次2番目はこちらですね。シナモンの味はしっかりあったんですが、もうちょっと強くてもいいかなと思ってしまいましたので、こちらの点数とさせていただきます。いや見えてねえよ、ちゃんと見せなきゃ。シナモンの香り、好みが分かれる部分もあるとは思うのですが、自分はもうちょっと強い方かな。で、残ったのは最後のこちらのコーヒービスケット。最後、こちらはコーヒーの味が強かったので、自分好みで大人向け、そういった印象を与えてくれました。サクサクと最後まで飽きることなく食べることができたので、こちらの点数とさせていただきます。やっぱりコーヒーの味をしっかりあったっていうのはいいですね。まどのビスケットも量が多いので、持ち寄ってパーティーなどするのもよろしいかもしれませんね。というよりは本来はそういうために作られたお菓子なのかもしれませんが、ではビールかな。王様飲むの夏祭り、確かに夏祭りでビール飲んでるイメージありますけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。